今回の猫占いはですね、左から、ゾンビ、真ん中が骸骨、右側がゴーストというあの猫ちゃんのご飯を置きました。この猫占い、猫ちゃんが来たチーム、ご飯を食べたとこのチームを、勝者として、占っていきたいと思います。あのドアの向こうで今猫ちゃん待機しているので、あ、いるいるいる、見える？ちょっと待機してるんですけど、あそこ開放していけたらいいなと思います。待ってて、いくぞ、開放しますよ、いくよ。まず一匹目、誰かな？トム、トム、トム、骸骨、トム、骸骨か、いや違う、ゾンビか、トム、トム、どこ食べる、トムは違う、ゴーストか、迷ってる迷ってる、トム迷ってる、どうするどうする、トムどうするんだい、すごい今迷ってますね。あー、いた、ゴースト食べたと思ったら俺の声にびっくりしてる。トムどうしたどうした、お尻向けちゃってるよ。トムあっち、カメラあっち、トムわかんねえな、トムわからないので次の子いきます。はい、次はドラちゃん、あ、ダメダメ、ドラちゃん来た、あ、ドラちゃんはゾンビか、トムどいて、トム、トムどいて、トムどいて、ドラちゃんどうしたどうした、ドラちゃん、ドラちゃんどこ、あ、ピカさんも来た、あ、骸骨行った、二人、やっぱ骸骨、みんな骸骨の集まってる。あー、分け与えてるわ、なんか。あ、骸骨逆にいない。どうしたどうした、結局どうなったんだどうなったんだ、わからんわからんわからんぞ、今これどうなっとるんだ。誰が食べるんだ、トム、トム、どれにすんの、トム、誰も何も勝たないと思ってる、どうしよう、ピカさんなんてこれで遊んでる、これで、ほらピカさん行くよ。あの、決めてもらっていいですか、猫ちゃん、猫ちゃんズ、どれ食べるか決めてもらっていい、あの、夜ご飯いらないのかな、みんな何も食べない、どうするよ、どうするこれ、あー、どこにする、よいしょ、あー、来るまで寝てよ、来るまで寝とるわ、thank you.